どうもこんにちは。松井塾の松井です。本日のテーマがこちらという形になるんですが、公害病の発生という形になります。皆さんがよく知っている四大公害といえば、水俣病、新潟水俣病、そして痛い病、そして、四日市喘息みたいな形になるんですが、皆さんしっかり覚えておいてください。経済が成長するということは、公害も多発してしまいますよという厄介さにあるということになります。よろしいですか？経済がどんどん成長しますよということは、イコールとして公害も発生しますよというふうな形になります。よろしいですか？だから、経済の成長と公害の発生っていうのは必ずリンクしていますので、ここのところをしっかりと見ておくようにしましょう。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。